回は3月29日の調整で大幅な情報修正が行われたコラボカードガジケイスケを紹介するよ。修正点は範囲拡大、自身の速度上昇60、80、撤退後の陣形の効果時間 8.3、8.8 カウント。式7で、無力プラス9の団体強化が 5.8 カウント。終了時に撤退し、撤退位置を中心に設置陣形を置く。うさん。この時を待ってたぜ。騒ぎ立てるな。式に関わる。もはや全ては救える。撃ち抜け。撃ち抜け。力が出ねえ。矢ごとに屈する我ら山の民ではない。くそ、ここまでか。俺が行く。ここは任せた。死ぬ。切られる時が来たか。行くぞ。落ち抜け。ガスレキズだ。落ち抜け。行くぞ。面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。速度上昇値が上がった恩恵は大きくて、自身の戦闘能力底上げはもちろん、陣形の設置位置も目立った位置取りがしやすいし、他の部隊をかばってラインを上げやすい。扱いやすさが格段に向上したから、一度使って諦めた人たちにも勧められる性能になったよ。2倍金属だ。くそ、ここまでか。流派発動。3の方。オーラ。オーラ。力が出ねえ。さっきのも陣形の範囲拡大と効果時間延長の一場面よね。兵力の削れた後衛兵種が少し後ろに構えられる余裕ができたし、武力上昇値が高いから1秒でも長ければそれだけ殲滅力の高い次回に戦える。面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。落ち抜け。オーラ。オーラ。たとえ火の中、雪の中。主に逆らい敵を斬る。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。ここまでか。オーラ。斬
切られる時が来たか。オーレ！行くぞ！自身強化の 5.8 カウント、陣形が 8.8 カウントと合計で実質 14.6 カウントの間、強い時間帯を作れるから長めの計略相手にも強かったりするのも長所。ガスレキスだ。許さん。騒ぎ立てるな。あの世で銅器、金属、毒おみと酒でも飲む。なるまでぶん殴ってやるぜ。俺を超えるか。地獄を見せてやろう。流派発動。見ろ方、効果時間終了以内の戦闘や打撃による撤退でもその位置を中心に流派を設置できるよ。やられた。スレキスだ。バックで距離がついて攻撃、致命傷ではあるけどマジで効果リードもあるし、マジ使おうかな。3の型。
これだから乱世は面白い。天気まだ七ではありません。悪鬼一戦、粉々に散るがよい。くそ、ここまで。飛信号令には私の乗った運気に自負をかけるつもりやったから、想定外のパターンで無駄ってしもとるね。お別れです。よりや者ども、前期再び地獄を見せてやろう。生き様だ、生き様だ。俺らだけでやるぞ。これだから乱世は面白い。ここはずらそうとすべき場面じゃなかったね。また少し士気あふれるのも覚悟して罰に地冬かけれたらよかったけど。三の方、アイヌの矢毒に解毒方法はない。二の方、面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。何ぼーっとしてんだよ。ここはまだ七ではありません。悪鬼一戦、粉々に散るがよい。よりや者ども、俺を超えるか。お別れです。俺らだけでやるぞ。地冬の速度をもっかい見ておこうと思ったけど、動かす場面じゃなくて良くないタイミングになってしまったので反省。ご視聴ありがとうございました。